Are you ready? 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 この回の初めに令和の支援者じゃない人という質問で手を挙げたものです。まあ、釈迦に説法だとは思いますけども、この大宮は立憲民主党の、まあ、大物議員の地盤なんですけども、まあ、ただそれだけでなくて、まさに今日の今日、この回の前の時間にですね、その方のですね、このような会があって、私そこに来てからここに来たです。まあ、それを逆に見ると、この回がその両方出られるように、まあ設定されている、気を使って設定されているようにもまあ見えて、まあ、立憲をまあ目の敵にしているある野党と比べて、まあだいぶ違う、有効的だなと思って見ているんですけども、山本さんと、まあ令和の立場は違うかもしれませんが、やはり立憲民主党とは何かこう有効的な関係を保とうという意思はあるんでしょうかという質問です。ありがとうございます。私たちの会が始まる前に立憲民主党側の集まりがあったってことなんですね。そのことに関して私たち何も情報ないです。たまたまそこまでこう、なんだろうな、調べを尽くし、どういうふうに、私たちのおしゃべり会を入れていくかぐらいまでの、ことができる状態ではないです。もう走ってるだけで精一杯、たまたまっていうことで、そのたまたまが良くて、来てくださったっていうことに感謝を申し上げたいと思います。で、立憲民主党ってことに関して話をするならば、立憲民主党内には、素晴らしい議員数多くいると思ってんです。で、経済政策っていう部分も私たちと、共通している人たちもいるし、それだけじゃなくて、やっぱり人権問題であったりとか、様々深い、考えを持って、
で、一方で政府を追及するときにも非常に鋭いというような頭の回転の早い方も大勢いらっしゃる政党だっていうのはあるんですけど、やっぱりね、立憲民主党の現在の方針というものに対して私たちが受け入れられるかって言ったら、やっぱり受け入れられない。そういう部分があります。所属議員の様々な人たちに対してはリスペクトを持っていますけれども、立憲民主党という野党第一党の仕事としては、納得いってない。まあもちろん別会社だから納得いかなくてもいいんですよ。向こうは向こうは、こっちはこっち。同じグループじゃないから。それにしても、やっぱり野党第一党という大きな立場を持つという、方々に対しては、やっぱり、先ほどの能登の問題じゃないですけれども、裏金の追及ももちろん重要なことではあるんだけれども、国会の質疑の中でそういうことがずっと積み重なっていった上で、おそらく何か不信感みたいなものも広がっていった上で、政権交代に、つながっていくというようなことももちろん理解はできるんだけれども、一方でちょっと置き去りにされてるっていうような状況も大きいよな。能登半島だけじゃなくて、やっぱり30年の経済不況、その中でコロナが来て物価高になってるのに金利を上げるということで、為替をなんとかみたいな考え方だったりとか、まあこれおそらく経済をどうしていきたいかっていう観点が全く真逆だってことですね。それを考えたときに、立憲民主党がただある意味で自民党の自殺点によって政権交代をする、立憲民主党という、政党の魅力や実力みたいなところで、この追い越していくというよりかは、自民党のひどさが極まりすぎてて、だったらもう交代だろうということで変わっていくってことも一つの、まあ、運だから実力のうちかもしれないんだけれども、ただただそれで政権交代していくっていうのは非常に危険だなと思ってます。で、今国会の中でも、例えば海外への武器輸出であったりとか、共同開発であったりとか、で、国内の武器産業っていうのを拡大していくことであったりとか、様々なものに立憲民主党は賛成してるんですよ。で、事実上の、経済版の特定秘密保護法。名前は変わってますけどね。セキュリティクリアランス法って。どうして名前を変えたかって言ったら、特定秘密保護法の経済版っていう形になっちゃうと、これ、前に大反対してた民主党の人たちですから、筋を通さなきゃいけないから賛成できないんですね。だからこれは、あくまでも国会対策として、別の法律として作った。っていうふうに私たちは見てます。何が言いたいかってことなんだけれども、明らかに政権交代起こったとしても、立憲民主党、民主党系に関しては、同じようなことをしなきゃダメなんです。だって信頼できるもんじゃないもん。知ってるでしょ、民主党政権って。そういう関係性だと思ってます。政権交代ということは歓迎する。ただし、これは手放しでは歓迎できない。少しマシになるという期待はできるんだけれども、やはり、そう大きく違わない存在が自民党と立憲民主党だろうって私は思ってます。そう考えるならば、やはり私たちは私たちで単独で数を増やしていく。単独で数を増やしていきながら国会内での影響力というものを持っていくってことをやらないといけないなっていうふうに思ってます。なのでここは政権交代の場面なんだから、何が何でも野党共闘っていう話にはならない。どうしてかって、これまでの立憲民主党の国会の中での戦い方見てよって。そういう腰の引けた戦い方を続けてきてるからこそ、この国は壊れていってんでしょって。自民党だけのせいじゃない。私はそう思ってるんです。そんな感じですかね。私も立憲民主党に元いたので一言、そうですよ、本当に。いや、でもね、今代表が言ってくださったんですけど、いい人もいるんですよ、特に若手。で、私は2009年民主党政権交代の時の初当選なんですけど、2009年以降に入った若手議員はね、大体いいです、みんな。結構ね、令和にも共感するし、山本代表にもすごくリスペクトがあるし。だけど問題は幹部なんですよ。今の幹部ってもう全員民主党政権の時の幹部ですからね。で、失敗したのに失敗を認めてないんですよ。同じことまたやろうとしてる。だからそこが変わらないと、やっぱり
立憲民主党はダメだと思います。で、あの9月に実は立憲民主党代表選あるんですよ。あの自民党も総裁選、そっちばっかり有名ですけど、あの岸田さん多分変わると思います。で、誰か自民党の新しい代表が総理になる。その時に立憲民主党もね、新しいやっぱり顔にして、そして世代交代して、で、まあ、代表が云々よりも幹部を全部一掃するような代表が出て生まれ変わったら、私は立憲民主党大いに期待できるんじゃないかなと思ってます、はい、魅力ある人材もいますからね。そう考えるともったいないですよね、今の執行部のまま腐らせちゃうのは。人の会社について何言ってんねやって話ですけどね。一有権者としてですよ、はい、令和の代表じゃなくてね。